早川さざなみは、大韓民国全州出身の日本のアーチェリー選手。日本体育大学卒、株式会社、デンソーソリューション所属。ロンドンオリンピックアーチェリー競技女子、団体銅メダリスト。姉は、北京オリンピックアーチェリー、日本代表の早川郎。幼少の頃、両親が離婚したため、韓国の父方のもとで育つ。アーチェリーは、小学3年の時に始める。 期北体育高校から実業団に進んだが、2007年に母親の日本人との再婚を契機として、先に来日していた姉を追って来日し、日本体育大学に入学。2009年末に日本国籍を取得し、その後、大学4年生の時に日本代表に選出された。2010年全日本ターゲットアーチェリー選手権大会で初優勝。 大学卒業後の2011年4月より、長崎県のスポーツ専門院として、長崎県立佐世保商業高等学校に在職し、同校でアーチェリー部の副顧問を務めた。同年7月、イタリアのトリノで行われたアーチェリー世界選手権でベスト16に入り、ロンドンオリンピック個人出場枠を獲得。10月、イランのテヘランで行われたアジア選手権では、 個人戦で3位、女子団体で優勝、混合で準優勝、ロンドンオリンピックテストマッチ個人戦4位。2012年6月、アメリカのユタ州オグデンで行われた、ロンドンオリンピック最終予選3位決定戦で、グルジアを破り、最後の団体戦出場枠を獲得。7月29日、川中香里里、谷江美希と共に出場した。 ロンドンオリンピックアーチェリー競技の女子団体3位。決定戦でロシアを破り、団体戦では男女通じて日本初の銅メダルを獲得した。個人戦は3回戦敗退。2014年秋の長崎国体で女子団体優勝。これを最後にしばらく競技から離れる。2015年3月、右肩痛の悪化のため引退する意向を示す。 その後、長崎国際大学にて指導に回る。2016年4月、現役復帰を望む周囲の声にホニーし、超プロの社員兼ビファーレン長崎に所属するアーチェリー選手として活動を再開して現役復帰を宣言。東京オリンピックでアーチェリー、日本代表を目指すことを明らかにした。2017年5月中国、上海で行われた。 ワールドカップに出場し、個人戦で3位。2017年6月トルコアンタルヤで行われたワールドカップに出場し、団体戦で準優勝。2017年8月ドイツベルリンで行われたワールドカップに出場し、混合で古川高春選手と組準優勝。2018年6月アメリカソルトレークシティで行われたワールドカップに出場し、 団体戦で3位。2018年8月ブルガリアソフィアで行われた欧州グランプリに出場し、個人戦、団体戦ともに準優勝2018年11月、東京オリンピックへの出場を見据え、東京、渋谷に本社を置く、株式会社伝送セールスと雇用契約締結。2018年11月静岡、妻恋で行われた。 世界選手権一次選考権2019日本代表選考会に出場し2位通過2019年2月アメリカチュラビスタで行われた世界選手権二次選考をトップ通過2019年3月静岡つまごいで行われた世界選手権三次選考を4位通過2019年4月所属先の社名が統合により株式会社電装ソリューションに変更 2019年4月コロンビアメデジンで行われた世界選手権最終選考で日本選手4番となり世界選手権出場権獲得ならずワールドカップ決勝に出場し個人戦9位2019年9月アーチェリー公式大会エスプスハンダカップに出場し団体戦3位2019年10月静岡 つまごで行われた全日本選手権に出場し3位。2019年11月東京、夢の島で行われた東京五輪一時選考会に出場し1位通過。2020年ナショナルチーム代表にも選出2019年11月都内中学校にて講演実施2019年12月、伝送グループ社員親睦イベント参加。アーチェリー体験コーナーで 子供らと対決2020年11月全日本選手権9年ぶり3度目の優勝。コロナ禍の中、感染対策を十分に取り行われた久々の大会で順調な調整ぶりを、発揮2021年1月、アディダス・バイ・ステラ・マッカートニー最新コレクションのモデルに起用。ありがとうございます。